なんか誰もいない。ホッシュ誰もいない。してます。ここです。出会うね札幌。出会うね。うん。で出会うね。そうですね。本当にやってんでしょうか。はいはい。ありがとうございます。コールサインの名前だ。マスクやってもいいのかな。あ、総長さんですね。あ、です、はい、はじめまして。楽しみにしております。ありがとうございます。こんにちは。もう一枚、はい、いいですか。してない。お仕事よかったありがとう。待って、気軽にフォローしない。ありがとうございます。よかった。オークションね。オークションね、うちのね弟子をね参加させようと思ったんですよ。ミスさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日迎えていただきました。だってユーチューバーだもん。ミスさんユーチューバーだもん。できる。いただきます。これちょっと2つ、500円で2つ。本当はもっと欲しい、もっとね10個ぐらい欲しいんですけど。いや嬉しいです。ただこれ何、これね、YouTube で紹介またさせていただきます。はい、もうマグネットでつけてください。もう回せないんで釣ってもらおうと、はい、いけ。え、これつくの。つくよ。こういうのね、あってください。金属狙ってください。これなんか北海道。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうぞやります。やりましょう。いや、これ俺ないんだもん。これ OK もらったの。あ、じゃあちょっと説明してもらおう。かっこいいね。じゃあ これ何ですか。あ、これはですね、あの今回ですね、あの液晶とかですね LED ではなくて蛍光表示管を使って、そうだ、電源、あのこういうあの、時計とかですね、はい、温度計、それからこれは、はい、これはマイコンを使ってるんですけど、はい、マイコンを使った、これ実はゲームもできるし、うん、もちろん時計もできるしタイマーもできるし、うん、あとですね、実はこれあのインベーダーゲームに使っていたあのサウンドジェネレーターなんですよね。なのでインベーダーゲームのですね音も再現できるって、もう何でもありという、はい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 、ただ表示はやっぱりあのこの、LED ではなくて、ね、LED じゃない、蛍光表示管を使ってるっていう、ね、ちょっとこだわりを持って、はい、なんか僕的にこれもすごくいい設置ですね。そうですね、これね、これやっぱりこれがいいっておっしゃるね。これ欲しいね。これは真空管みたいな形をしているので流行りました。はいはい、これですね、実はあの NEC の蛍光表示管、40年前のなんですけど、40年前、はい、ただデッドストックで大量に出回りましたので、今回それを使ってファムフェアですんでキット化してみたっていうことなんですよね。これ全部入ってるの。え、これフルキットです。え、これえフルキットでなんと3000円。電源も全部入っています。いやいやいや、すごい、今来ましたね。すごいな。皆さん、これが懐かしいっていうことを、そうですよね、お求めいただく。まさか工作好きですよね。好き好き、電子工作ね、大好きです。行ってみますか、はい、ちょっと俺買ってさ、マグさん作っていい。作ってていい。作って、いや僕作るの、作るの、物は俺もらっちゃっていいんですか。いやでもこれ以上俺作ります。あ、そうですか。じゃあ、いやこれちょっと作りたい。わかりました。じゃあ作って僕がもらって秋田のマグさんにあげるって。これ全部一緒だよね。はい、わーすごい、ありがとうございます。やっぱいいねこれ。こんなねキット買った初めてだよ。ね、うん、でマグさんこれ仮に持ってってね。あ、お願いします。これね、はい、でこれ忘れないうちに渡しておこう。結構やばいつまんだよね。ここすここシュウさんが言ってたよ。ここはもう質が違うって。その話何が違うの。え、これ金属製、金これ台湾製。あ、どっち。台湾ですね。あ、とうとう来ました。もう今やってんじゃん。おお、
さあ、じゃあここですね、 JLRS というところに来ましたけれども、ここは一体どんなところなんでしょう。会長さん、よろしくお願いします。女性だけのアマチュア無線クラブで、はい、歴史としては、はい、今年で66年目になります。そんな、もう私が生まれる前からあるクラブ、僕も生まれてない。そうですよ、ね、全員生まれてない。で、特に今は初心者の女性の方、うん、仲間増やしたいなと思ってまして、これは重要ですよね。それでいろいろこの JLRS のメンバー仲間が増えるということは、日本のアマチュア無線人口が増えるということになりますよね。そうです。それにつられる、男のたちが群がってみたいな感じですか。できればかわいい女性の方がたくさん入ってくださるといいかなと思ってます、ね、なるほど。これどのようにすれば入会できるんですか。普通に入会したいですっていうことで、はい、申し込んでいただければ、私の方に申し込んでいただければ、はい、すぐに入会手続き。ウェブページか何かで、ホームページありますんで、ホームページに入会のご案内書いてありますから。そうですか、はい、東京のハムフェアで一応見てはいたんですけども、混んでたのでちょっと遠慮しておいて、今日来てよかったです。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。YouTube で紹介させていただきますので、はい、楽しみにしてください。はい、問い合わせ殺到したかもしれませんので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それもう YouTube では総長って、総長、はい、総長って発信されてんだ。総長って一応トップのことです。はい、トップです。その意味です。どうせこっちの総長じゃないですか。このねクラブの総長、他の部長、総長あります。こんにちは、TNS、 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ KKTV も見てます。ありがとう。あ、そうですか、はい、嬉しいです。総長です、よろしくお願いします。はい、私持てないもんですか。あ、いえいえ、どうも、弟子の蕎麦屋の親父です。はい、はい、なんか仙台の蕎麦屋は、ね、もう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、嬉しいね、もう声かけていただけて、ね、ありがとうございます。出店者ですか。そうです。あ、ほほ、目の前で和文あ、和文ですか。あ、少々も和文やってる。わかりました。いずれ挑戦すると思います。衛星通信やらないで。全部見てます。全部もう知ってます。総長がね、これ楽しみで毎週金曜日やる。あ、ありがとう。あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。だからもう多分北海道来るって発信してたから、はい、総長に会えるかなと思って。 ありがとうございます。そう、みんな見てます。これからもよろしくお願いします。しかしいいジープ乗ってますね。無心室、無線室、紹介、これ紹介していい。紹介して、和文は日本伝統だっていいじゃないですか。どうでしょう、これじゃちょっと説明して。だから日本で伝統芸能って言ったら、ちょっと待って、もったいないその話は。ちょっと最初から、じゃあ紹介、はい、どうぞ。ちょっと北海道無線、はい、北海道無線電信愛好会、あ、北海道和文電信の集まり、はい、という、こっち、あ、こちらですか。いや、こっちも両方ですね。我々両方やってる。いや、この音さたちね、熱すぎる。もう突然来てね、和文ですよって。何言ってか分かんない。日本ができるんだったら、はいはい、和文って日本人でしょ、はい、日本人はやっぱり伝統芸能になる。伝統芸能、ボードルと一緒だから。伝統芸能ですか。うん、師匠、今度 KJ もあれですよね、和文開始しなきゃダメなんちゃう。ダメだと思います。別にね、26字覚えるのも50字覚えるのも何も普通変わらないから。ただ恐れ入れて倍ぐらいあるじゃないですか。いや、倍たった倍じゃん。だって26字覚えたんでしょ。26日は終えるから50時ぐらいかなってことです。その代わり伝統芸能やるには訓練が必要なの。どういう訓練ですか。お空に出て。ああ、お空に出て。お空に出て和文を、ね、でも和文ちょっとね、僕は和文の人の方たちを見てると、うん、和文の方たちって和文の方たちで話すじゃないですか。いやいや、どうやって入っていけばいいですか。北海道はこんなこと全然ない。北海道はない。北海道そんなことない。あ、なるほど。だってみんなアマチュアだもん。ああ、ああ、プロいないもん。はい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 、はい、今トレス。総長部長で色違いの紫。じゃあ総長、じゃあ総長前に。あれ、お父さん、じゃあクラブ入ってくださいよ。
もう一枚撮ります。はい、3、2、1。はい、ありがとうございました。いや、ありがとうね。いや、楽しい話ありがとうございました。ありがとうございました。プレゼントまでいただきました。ありがとうございます。はい、今日僕ね、この後小樽に行って、別なあれがあって、はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、お父さんとこのやつは顔出さないようにしとくから。はい。総長よろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。どうもありがとうございました。